クラークストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅である。ブルックリンクブルックリンハイツのクラークストリートとヘンリーストリートの交差点に位置し、2系統が終日、3系統が深夜を除く終日停車する。1919年4月15日、イースト川を潜るクラークストリートトンネルが開通し、ブロードウェイ -7 番外線が ウォールストリート駅からボローホール駅まで延伸、それと同時に当駅は開業した。ブロードウェイマイナス -7 番街線は、ボローホール駅南側ですでに、アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅まで開通していた、IRT イースタンパークウェイ線の観光線に、合流指導駅まで列車が乗り入れていた。クラークストリートトンネルの開通により、 ブルックリンクマンハッタン区間の輸送力は2倍となり、ジョレールモンストリートトンネルを通過する IRT レキシントンアベニュー線の混雑を緩和することとなった。また、ブルックリンクから乗り換えなしでタイムズスクエア行くことが可能となった。1964年から1965年にかけて、当駅はブロードウェイマイナス7番外線の第応駅と共に 一両あたり51フィートの IRT 車重量編成の列車の入線に対応するためにホーム有効長を525フィートに延長した。1981年または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を上げている。駅はこの69駅がリストアップされる2年前の1979年に 改装工事を行う駅として選ばれており、1982年初頭に改装の設計作業が行われた。この改装工事は1984年から1985年にかけて行われ、ホームが改装されたほか、照明と案内看板が新しいものに取り替えられ、新しいアートワークも設置された。なお、改装工事にあたりまたは、 費用を125万ドルと見込んでいたが、最終的な費用はこの見込みを超えている。また、工事の開始も、本来1984年1月と考えられていたが、工事受け負い会社の問題から、遅れが生じている。2017年1月、当駅は、ニューヨーク市地下鉄内の地下駅で最後に、トランジットアイアレスの Wi-Fi サービスを導入した駅となった。改札口駅は、 島式ホーム一面二線の地下駅で、ブロードウェイマイナス七番外線のブルックリン区内最西端の駅である。ホーム壁面は、掘削時の名残で上部に行くにつれて湾曲しており、クラークストリート、ブルックリンハイツと書かれた駅名標がある。ホーム中央に中間階への階段が二つあり、中間階には地上階へのエレベーターが三基ある。 中間階の床には1987年にレーリングにより制作されたアートワーククラークストリートパッセージが飾られている。中間階からのエレベーターはクラークストリートとヘンリーストリートの交差点北西に位置する現在廃業しているホテルセントジョージの1階に接続している。なお、エレベーターはホームまで接続していないため ADA に完全に準拠した駅とはなっていない。 改札口には、旧ホテルロビーとチェックイン受付へのドア2つがあり、ヘンリーストリートからの駅、入口ドア上には、ホテルストリートジョージと書かれた日よけがある。この駅は、ニューヨーク市地下鉄内において地上階から、中間階までエレベーターでしかアクセスできない3駅の、うちの1駅で、残りの2駅は、 同じブロードウェイマイナス7番街線の168丁目駅と181丁目駅である。駅近くにあるブリッジパークに当駅の出入り口が新設される計画がある。ブルックリンコミュニティボード6という計画での2008年の調査ではブリッジパークへの出入り口を新設することを検討したが財政的な面からこの計画は実現不可能との結論が出された。 ありがとうございます。